私は今いろんな声が出てますけれども、まずは中止ということはありえないというふうに思っております。とんでもないことをおっしゃったな、今方向を変えるとか計画を変える、そういうことは全く考えてない。でみんなもその方向で、今の場合はギリシャがいよいよ再開式が始まる、それから IOC 全体の式もありますから、みんなその方向で、向かって努力しているときですから、そういう消極的なというか悲観的なというか二次的なというか、そんなことは今は一切、考えない、また考えてはいけない、そういう時期だと私は思っています。